プルスレンダーおでけぞ。おはようございます、釣りこう TV です。本日の動画はこちら、ね、デプスの新しく出たブルスレンダーということで、これでね早速いい魚を釣ることができたので、まずはこちらをご覧ください。ブルスレンダーね、これせっかく買ったから使ってみようと思うんですけども、いろんなリグで使ってみたいんですが、ノーシンカーまず試してみようかな。こういうスクリュー式のねキーパーでノーシンカーでくるくるくるっとやってこの辺かな。魚逃走系、ギルっていうよりね魚逃走系なイメージで。スレンダーおでけぞ。おーし、低い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 。うお、ナイスサイズナイスサイズ。よっしゃよっしゃ、ブルスレンダー1匹目来ましたよ。でっけ、いやー嬉しいね。あーがっつり食ってる。ブルスレンダーとバスクだ、イエーイ。ねえ、ノーシンカーリグでね、投げて見えバスに向かってひょいひょいひょいって泳がしたらパクッと食いましたよ。でタックルはね、メタニウムに、メガバスのシルバーシャドウっていうねシーバス用の竿をね、はい、この組み合わせで、まあ、スイミングさしてたらね、おお、食ってきました。いいとこかかってる。結構ね、あー見えるバスとかに結構投げてたんだけどチーンって感じだったからダメかなと思ったけど、ブルースレンダーすごいっすね。今ねまだお昼ちょっと前ぐらいの一番暑い時間帯なんですけども、迷わずバイトしてくれたんで、なかなか魔法のあるワームかもしれないですね。はい、重い。あっと、じゃあちょっとサイズ測ってね逃がしてあげたいと思います。イエイ。はい、初めてのブルスレンダーフィッシュはダダダダダダダー、49センチ、ね、50までちょっと届かないぐらい。いやー惜しい。はい、じゃあね逃がしてあげたいと思います。ありがとう。はい、というわけで帰ってきました。まあね、ちょっといろんな使い方できそうなワームだなと思ったんですけども、まずはまずはねノーシンカーで使ってみようということでね、針にセッティングしてノーシンカー仕様で、投げてみて、
ね、それで40後半のナイスなバスが釣れたんですけども、ね、動画の方でも映ってたと思うんですけど、実はね、そのちょっと前に、これね、投げるとね、ここら辺がね、すごいね、いいアピールをして、多分ね、ギルだと思うんですけど、尻尾こうやって食いちぎられちゃってたんですよね。うん。一投前に、そう、あれ?あ、尻尾やられたと思って、こういう状態になったわけなんですね。うん。でも、まあ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 、これでもね、釣れそうだなと思って、そんなところでですね、ちょうど下流から上流に向かって、こうなんか、ブワーって泳いでくね、魚体が見えたので、そこにこの尻尾のない状態で、脳進化で、えいやーって投げて、っていう感じでね、誘いをかけて、まあ、ただ沈めただけですけど、誘いかけてみたところ、もうね、猛然とね、ガブ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 って食って、そんで、手前にね、どんどん走ってきたので、ガリガリガリってこう巻いてね、フッキングしてなんとかね、釣り上げることに成功したんですが、というわけで、まあね、ここ、尻尾のところすごい繊細に作られているので、で、これがまあ、ちぎれちゃった時なんかも、そのまんまこう、ね、先行みたいな感じで使えるのかなっていうのがね、脳進化で使ってみてね、今回、たまたま釣れたからなんですけどね、感じたところかなというところで、で、まあ、このデプス特有のですね、オリジナルのブルフラットもそうなんですけども、このほんとね、素材がね、バスのね、大好物な感じなんでしょうね。一回加えたら、こう、ずっとなんか、もぐもぐしながらこう移動していくんですよね。例えばそうじゃないメーカーのそうじゃないワームとかだと、こうああいうサイトとかで見える状況で見てると、こうダップってこうね、すぐ吐き出すんですよね、すごいスピードで。でその前にフッキングを入れて釣り上げるってね、ああこれよく吐くワームだななんていうね、ワームも中にはあるんですよ。ところがこのデプスのワームっていうのは、ほんとなんかね、そんな匂いとかするわけでもないんでしょうけど、こう噛むと味が出てくるのかな、この噛んだ時の食感なのかな、それちょっとバスに聞いてみないとよくわからないんですけども、ずっともぐもぐしてるんですよね。というわけでフッキングの時間をいただけたっていうことで、しっかりフックセットして、そして、釣り上げることができたっていうことですね。で、あとね、動きのところで言うと、なんだろう、ブル兄弟っていうことで、すごい不規則にね、動いてくれるのかなと思いきや、やっぱりこの形状ですからね、結構シンプルなスッとしたまっすぐな形状だから、思いのほか素直に動きます。だからこうスパイラルとかではなくて、沈めるとこうスーとかスーとかね、その着水させてここに落とそうっていうのが、まあシンプルにスーって入っていくので、非常にコントロールしやすいかなっていうところと、あとはね、こうなんかアクションを入れると、この独特なもちもちなね、この感じなので、ドゥンドゥンドゥンって感じで、ほんとブルフラットとはまた全然違った感じのね、まあ形状も全然違うので、それそうなんですけども、動きになるので、そこら辺で、なんだろう、使い分けていくといいのかなっていうね、まだね、一匹しか釣ってないので、なんとも言えないんですけども、まあせっかくね、手に入れたので、ちょっとまずはノーシンカーで釣れてみたので、やってみたいのはね、やっぱ、ジグストの具にしたらどうなのかなとかね、そういったところもどんどんね、調べていきたいななんていう風に思いますので、引き続きですね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り行 TV はですね、こちら、デプスのね、新しいワームですね、ブルスレンダー、これを投げてみたところナイスなサイズのバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。